お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのスケルトンラッシュデッキを使ってね、やっていこうと思うんですけど、まあ、今日のスケルトンラッシュには、まあ、僕ね、結構ボーラーとか使うんですけど、ボーラーが入っているのと、あとね、注目としては、スケルトン部隊が、入ってるっていうので、あんま、そのスケルトン部隊を使ってるのは、ラバクロぐらいしか、最近ね、流行ってるラバクロぐらいにしか意外と入ってないかもなんですけど、スケラープラススケルトン部隊の組み合わせっていうのがね、結構強いですね。ザップとかに、ポイズンとか、スペルにね、スケバー弱いんですけど、逆にスケラの防衛に対して、スケラをね、防衛するのに対して相手はやっぱりポイズンだったり、ウッドだったり、生き玉だったり、結構そのスペルをね、やっぱ使わないといけないんで、こっちが攻めてあげて、スケルトンラッシュにそういうスペルを使わせると、逆にね、相手のゴレとかでも、なんかジャイとかでもね、そのスケアミでね、一瞬で防衛することができるというわけで、スケラとスケアミのね、結構組み合わせがいいところではありますね。というわけで、今日はね、このデッキを使っていくんですけど、このデッキをね、今日使う理由がありまして、こちらをちょっと見ていただきたいんですけど、こちら、あ、変わってる。この動画撮る、今は多分15秒ぐらい前、この R シャドウさん、この方ですね、が世界1位に、世界1位が、このスケラデッキでやってて、っていうので、このデッキをね、うまく使いこなせれば世界1位にいけるっていうやつですね。さすが麦さんですね。これ圧倒的ですね、グロ1位。はい、というわけで、負けじと、僕もしっかりトラゲ今季やりたいなと思いますね。はい、もう今季あと1週間ぐらいかな、1週間ぐらい。はい、でもうすぐ上は今7、8が出てる感じで、僕は全然トラが今上がっておりません。というわけで、多分明日の動画ぐらいになると多分7500とか7600、7700ぐらいにね、ちょっといってるといいなと思います。はい、頑張ります。というわけで、こちらね、使っていこうと思うんですけど、比較的ね、重たいんで、このデッキ、一個一個がなんで、後半に入ればちょっと有利になるんじゃないかなと思います。いや、これ、無視でもよかったかもっすね。で、このアイスピはちょっと無視します。プリンセスゴブアイスピということは、普通に考えると、ホグ。多分、ホグフリとかかな。ホグ説はありますね。ワンチャンフリーズが来るみたいな。ないか。まだ早いかな。ワンチャンロケですね。ロケか、フリーズかライトニングだけど、ゴブリンだったらロケかフリーズかな。ゴブが5。そうですね。でも相手のホグに対してはトルネードがやっぱあるんで、で、多分僕の予定だと多分あれ、ザップ持ってるんで、はい、そうですね。これも怖いですね。エレキ構えとかないとザップ打たれますね。やっぱそうですね。このエレキ痛いんですけど、ミリピ一発入るならいいかなっていう。で、多分このトルネードがギリギリなのもバレてるんで、始めプリンワンチャン来ますね。そのプリンアップ処理できないが痛いですね。アイスゴーレムな理由が僕としては何だろうと思うんですけど、やっぱアイゴレプラススケラができるのと、やっぱベビーとかボーラーってエレキ、ライトニングにやっぱね、この固まっちゃうんで弱いところをアイスゴーレムで飛来心にもできるのが、このデッキの多分強みなのかなと思いますね。はい、というわけで、次ホグ来たらボーラーで一発かちょっとぐらいは許容してからのカウンターしっかり決めたいですね。ここのゴブリンとかいやらしいですね。キングキラーしてるんで、これ変に守る必要がないかもですね。このミニペッカー美味しいですね。後ろから合わせてあげて、逆サイホグ来たら、スキアミからの、ザップ、しますね、やっぱ。一応エレキ落としますね。で、もしかしたらミニペッカーにフリーズ。そうですね。で、これはでもいい感じにカバーできますね。やっぱ早い。その相手のユニットの回るのが早いですね。これはプリンセス厄介なんで、これトルネでも処理しちゃいます。よいしょ。で、こうなると逆にこっちは三角きついですね。三角きますね。はい。エレキ落としてあげて、これまたザップですね。しかも僕があの、あれ使ったんで、トルネード使ったんで、それを見てのホグですね。なんも、あれですね。なんかよくわかんない言葉出たんですけど。あと700ですね。700気づいたらスケラ打ってないですね。一回も打ってないんですけど。これで、トルネとかを使わせようっていう相手の作戦ですかね。で、ここ次はエレキで守れるのと、あと700なんで、多分、
僕はスケラプラスのポエズンぐらい多分勝手に打っとくだけで多分折れるんじゃないかなと思いますね。あ、ミニペッカ、え、そっち行く、やばい、これ最後にホグ来てやばいかもしれないですけど、なんかね、スケラ全然打ってないんですけど、まあ、まあ、あれですね、結構ミニペッカとか多分プリンスとかがね、ちょっと厄介かもしれないんですけど、まあそこアイゴレでしっかり逆サイに打ったり、まああとやっぱスケアミですね、スケアミ使うんですけど、もしザップとかがあるならば、結構、スケラ防衛を、そのね、していいと思いますね。僕も結構、意外とします。普通に遊びとかじゃなくて、普通にスケラ防衛とかを、プリンスとか来てね、止めるユニットがなかった時に、ボーラースケフリーとか使ってた時は、結構やってたんで、もしね、防衛に困った時は、ありかなと思います。え？同じ？そんなことあります？うわ、なんか同じなんだけど。同じっすね。やばい、これ。アイゴレが高すぎてコウモリが消えない事件。いやー、あ、待って、キンギドしてるわ。あー、このスケは見られないですね。こういうのをちょっとでも今の許容して、攻めにつなげた方がいいですね。一回ここが落ち着いて、ボーラーが意外と火力が高いですね。で、次ホグ来たら、まあ、トルネでいいかな。あー、これはトルネプラスのエレキを落とさないと、このゴブリンたちが残るんで、結構痛いですね。よいしょ。で、まあもうキングギドしちゃってるんで、結構、こちらとしては、まあ、やりやすい展開にはなりますね。これないと、まあ問題プリンセスですね。ポイズン打ってもいいんですけど、今打っちゃうとホグプラスなんか来てちょっと辛いんで、一回待って、逆サイボーラー、あー、そうですね。うまいですね。これフリーズワンチン来ますね。またさっきと同様。あ、来ないですね。もしかしたらロケ。いや、ちゃうわ。全然ちゃう。対応だったら。さっきも対応でしたね。さっきもというか、さっき出てきましたね。まあまあまあ、このデッキもしかしたら、スケルトンラッシュデッキだけど、スケルトンラッシュ使わずに勝ってるみたいなのがありますね。いや、ちょっと適当ですけど。なんか、さっきと続いて、マジスケル打ってないのにダメージ入ってるんですよね、マジ。このプリン、OK。これでもう内側に入れちゃうと、楽にもうあとは。で、左の方がダメージ受けてるんで、こういうの若干許容しつつ、で、もしかしたらフリーズきますね。んで、気持ちを遅めに、いらないですね。ボーラー優秀だ。ちょっと、僕がね、過剰防衛しすぎてますね。もっと、ゆるくでいいかもですね。ここしっかり守っていきたいですね。絶対左、そうですね。つなげてきますね。これも蓋しちゃって、よいしょ。これしっかり。多分エレキとボールだけで完封できるんじゃないですか。キング起動してるし、OK。で、ここは、いい流れですね。このまま、左を攻めてあげたいですね。けど、プリンセスも厄介なんで、ここで処理しつつ、右説ありますね。ベビドラがこうやって竹取るんで、よいしょ。まあ、右も左も同じぐらい削ってるんで。あー、で、ここのホグのタイミングうまいですね。僕がポイズン打つタイミングで、ホグ飛ばしてるんで、結構、スケラーを使う際に気をつけないといけないのは、あれですね。そのやっぱスケラープラスポイズンを結構やっぱ打つ場面が多くなるというか、打たないと、ああいう場面ダメージがやっぱ通んないんで、打つじゃないですか。やっぱその瞬間にやっぱコストがなくなるんで、そういうところを相手は狙ってるんで、そう気をつけた方がいいですね。結構、なんでポイズン打つ瞬間は逆サイホグ来ると思っていいと思いますね。これコウモリそうですね。ハシマイプリンですかね。でもさっき僕はハシプリ覚えてたからワンチャンしないかも。回転でご利用してきますね。よいしょ。痛いで、ここは、ここもトレネ使わずに許容しますね。で、ここで一回我慢したことによって、このカウンターですね。僕はここでもう決め切りたいですね。もうポイズン打っちゃって、多分相手からしたらめっちゃ苦しいと思うんですよね、これ。で、このコウモリが厄介なんで、このボーラーを通すためにエレキも出して、うわー、めっちゃあとちょっとなんだけどな、まだいけますね、まだいける。7プリン厄介ですね。けど、OKOK。いや、これは、この方が全然いいですね。右側なんで許容して、しかもこの、やってますね、この大砲。まあでも、いいコウモリですね。来ますね。あ、いや、でもこれホグがいい感じに先行してくれてる。おいしい、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 おいしい。オッケー、オッケー。
で、これ一発耐える。いや、耐えるでしょ。あ、なんで、なんで殴んないの、なんで殴んないの。で、これ、ハッシープリワンチャン来るんで、一応警戒します。あー、やっぱ、分かってますね、相手も。いや、これは美味しい、これ美味しい。だって相手ファイブなんですよね。ファイブだから、え、これさ、守ったら勝てますね。しっかりホグですってからの、最後。え、ファイブ耐える、ファイブ耐えますね。ポイズン打ってあげて、オッケーオッケー。で、ボーラーが多分飛んないっすよね、相手。あー、やばい。お願い、入って。お願い、ファイブザップで終わる。防衛。いや、来た。スキルか、スキルか。チクチク。え、ボーラーが、ういー。よし。って感じで、まあ、危なかったですけど、あれですね、あのやっぱスケーラープラスポイズン打つタイミングで相手はホグ飛ばしてくるんで、そこだけですね。で、結構まあ使いやすさはぼちぼちですけど、まあこれで世界一は結構あれですね、僕的にはすごいなって感じですね。結構なんかアイゴレなんで、あの相手のユニット自体にダメージを与えるのがこの4つなんですね。この4つしかなくて、しかもタルババとかがないんで、ああいうプリンセスがすごい厄介ですね。なんで、ここだをうまく回していくっていうのが、ちょっと難しいかもしれないですけど、スケラー自体結構、なんだろう。ちょっと使うの難しいイメージが、まあ、ついちゃってますね、意外と。また、ウルトラっていうので、なかなか使いにくい部分もあるんですけど、僕はめちゃくちゃスケラー好きなんで、ぜひ使ってみてほしいですね、このデッキ。もしかしたら肌に合うかもしれないっていうのがありますね。大体スケだったんで、まあ、迫撃ホグの高回転か 2.6 ホグかテスラクロスか迫撃ロイホグ。まあ基本的に高回転かゴレとかたまたまありますね。で、スケアミ、あ、スケアミっていうのは、あの前多分質問があったんですけど、スケルトン部隊を英語でスケルトンアーミーっていうんで、スケアミって言いますね。スケアミ咲くか、ベビーケツから咲くかの二択なんですけど、まあ、結構多分こういう手札になりがちですね。相手が出してくれると、それに対して合わせることができるんですけど、さすがに単体スケラは、やってる、絶対ダメですね。なんで、でここで待ってるってことは、まあ、大型、だとして、ちょっとね、やっぱボーラーとかがある方が守りやすいと思うんで、いや、なんか今、あんまよくわかんないこと言いましたけど、一回ここにユニット割いて、行きましたね。ここはまあトルネで守れますね。てか、いらないっすね。うっと。オッケーオッケーオッケー。スケーミが意外と防衛力すごい高いんですよね。今、タルババも結構範囲が狭くなっちゃって、普通に今のハシマイロイもしタルババが転がってきても結構スケアミ残っちゃうんですよね。だから意外といいですね。スケアミが防衛が意外と硬いんで、よいしょ。この攻めはちょっと早かったですかね。今のはまあ攻めてもいいと思うんですけど、いい感じに処理されましたね。で、ここは普通にもうボーラープラスのトルネですね。で、これユニットを出してからトルネですね。今あのトルネ一発入っちゃってるんですけど、トルネ打ってからのユニットだと結構ダメージがね、ダメージがというか、この後のロイを溶かすのになんかよろしくないんですよね。だから基本的に防衛トルネ打つのは基本ユニット出してから出したいですね。で、ここは結構ペッカにボーラーやられちゃうんですけど、このベビドラで空マウントでやっつけれますね。で、後ろからまたボーラー出してあげて、間抜きすごいな。ワンチャン読み打ってきますね。ここはもうトルネで下げて、オッケーオッケーオッケー。で、ボーラーが思ってるより軽くありますね。多分これ一発も入んないと思います。オッケーオッケーオッケー。でも一回ゴレスケラして、で、多分ペッカ来るんで、ベビードラも出して、よいしょ。で、アイスウィザーが、アイスウィザーがずるい。アイスウィザーの範囲攻撃で、俺のスケラが全部処理されちゃうの辛いですね。わ、いいトルネ。まあでもこれ、ボーラーゲーですね。オッケーオッケー。ダメージがだんだん追いついてきてるんで、僕からしたら嬉しい。で、ここも一回トルネ下げて、読みウッドはしてこないですね。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。いいですね。いい流れですね。で、相手も5あるんで、エレキは出したくないですね。で、ここ一回、まあ、スケル打っちゃって、ポイズンも打っちゃいますね。アイスフィーズがやっぱ厄介なんで。
よいしょ、で、エレキで、あ、待って、外してる外してる、やばいやばい、待って、これやばいっす。これ結構やばいっすね。あの、外すっていうのは良くないですね。今、ウッド裂きましたね。で、ここでロイ来ても、まあ、アイスウィズがちょっと厄介ですけど、うわー、うまい。いや、それはうまい。やめて、やめて。あー、終わる。俺のボーリー、頑張って。いや、今のは、あれですね。多分、ポイズンたまたまっていうか、しくってたわーって感じですね。え、これ勝ちたいですね。今ので結構リズム、始め悪かったんですけど、後半取り返してたんで、今の繰り返してると最後勝てたんじゃないかなと思いますね。なんで今のはポイズン打たないか、ちゃんとアイスウィズに当てる。まあ、多分打たないが正解でしたね。今、ずっとポイズン打たないリズムで結構ダメージを追い上げてたんで、そのリズムを自分からポイズン打って崩しちゃったっていうのがありましたね。はい、っていう感じで、まあぜひね、こちらのスケラデッキ、皆さん使ってみてください。もうこれで世界一いけるらしいんで、はい、頑張ってください。というわけで、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。